狭い階段を上る。ドームの見える道。知ってるのか。いや、ドームは左側に見える。ずいぶん昔のことだ。左かもしれん。僕は工科大学の学生だった。裏切ったのは私よ。行って、あの人じゃないわ。すぐ行って計画を中止してちょうだい。状況は一変した。シュレーディはスパイの処分に関するもんだ。何が起こったんだ。裏切り者がいた。中止は不可能だ。同志たちは配置について。行くわ。時間ね。愛してるって言ってみて。愛なんて初めから関係ない。あなたはひどいことをしたのよ。裏切ったりスパイになるというのはすこぶるセクシャルな行為なんだ。その時甘ったりしびれるような戦術が体を差し貫き。やめてよ。あなたは僕を呼んだ。なぜだ。私を呼び止めようとしたのはあなただわ。なんだって。私をこっから連れ出して。こっから。ここは地下鉄のターミナル。誰でも自由に通れる。私たちは今革命で忙しいのよ。見て、聞いてちょうだい。私の娘は誘拐されて、奴隷にされて、セリフにされちゃうのよ。心配いらないわ。私も売られたのよ、16の時。でもそれは男たちにではないわ。革命に身を売ったのよ。今何時。正午。仲間は集まっているね。今何時。1時。私は喋っている。今仲間は私を待っている。今何時。3時。彼らは行動を起こすわ。今3時半ジャスト。本当の時間は何時なの。時間なんてありはしない。